浪監督、とんでもないことに、気がつきそう。立浪、うちはキャッチャーが弱点やな。うん？ネオは、どうだ？ありえるからあんまネタにすんな。肩も強そうやしな。3割期待できて、ホームランも打てる保守とかロマンやん。頭もいいから、配球もええし。ロッテは現役ドラフトで、大下拾って、キャッチャーごっこさせてるぞ。木下って今シーズン何してんの？ファンじゃないから知らんが、3割10本打てるやろそいつ。ネオ保守成功したら、一気に立浪の評価上がるよな。キャッチャーネオ、良いと思います。名将タッツなら、やりかねん。さすがの立浪さんでも、そこまではしないやろ。こいついつも、弱点の補強に回っとるな。軍事マルティネス出しといて、それはないやろ。まあ適正次第では、可能性はなくはない。マジレスすると、ジュニドラが一番頭数足りてないのは、投手だからない。割とガチで今年結果でなかったら、退任だよな。シーズン途中とかもありえるんか？松井監督と明らかに違うのは、堂々と君臨してるわ。タッツは、フロント味方につけてるから強いな。同期、新庄より1年ペース遅そうやから、来年はかなりいけそう。なお、観客動員数が有能すぎる模様。最大の弱点は、監督やぞ。